やれやれ、ひどいことになった。死骸はこのありさま。ズーグルが制御を受け付けなくなったとも聞く。いかなることやら。あなたもどうしてこうなったのか理由を知らないの？事前に何の布告もなかった。知る必要はないという王のご意向なのだろう。我々としては受け入れるよりない。もう、あ、それより御身はイルル・ケリス家のティオハリム卿ではありませぬか。確かスルドとしてダナにおられるはずだと。いかにもティオハリムだ。多くを語ることは許されていないが、特別な任務で戻ってきている。全ては王の御心のままに。時ならぬ御身のご帰還、レネギスの変容、いやはや王の信望は計り知れませぬ。イルル・ケリスクは多くのスルドを輩出しておられる。こたびのスルドぶりが御身の勝利を記念しております。最善を尽くそう。これはティオハリム閣下、お会いできて光栄です。私も前回のスルドブリガでダナにおりましたが、残念ながら我がスルド閣下の勝利は叶いませんでした。思った以上に奴隷が死んでしまって。そうか。失礼。あなた最近レネギスで真っ赤な服を着た女を見かけたことはないかしら？赤ですと？いえ、覚えがありませんが。そんな服ならさぞ目立つことでしょうが。そう。ちなみに前のスルドブリガの時にスルドのそばで見かけたこともない？変なことを聞きますな。今も当時も覚えはありませんよ。その女が何か？いえ、時間を取らせたわね。ありがとう。あなた大丈夫？あ、ええ、うちに帰れなくなってしまって、どうやって帰ったらいいかと考えていたところです。私もここから先に進みたいのに行けなくて困っているわ。全ては王の御心のままに。とはいうものの、いつまでも下層民の私がこんな上層民の区画にいたら何を言われるか。気が進まないけど、やっぱりあそこに行ってみるしかないかしら。何か心当たりがあるのかね。ティオハリム・イルル・ケリス様、なぜこんなところに？スルドブリガの最中では。私のことはいい。それより心当たりがあるなら聞かせてほしい。失礼いたしました。この先にできた壁に入り口のようなものを見つけたので、そこを通り抜ければ別の区画を移動できるかもしれないと思いまして。それは検討の余地がありそうだな。私が確かめるから君はここで待っていたまえ。問題なさそうなら改めて知らせよ。よろしいのですか？私のような仮想のものに鋭閣下御自らなんて。このような時に上も下もあるまい。本来同じレナの民だ。ありがとうございます、ティオハリム様。いろいろ話を聞いたな。それでどう思う？やはり
なぜ町がこうなったのかも、ダナデ・スルドブリガがどうなったのかも知らないようね。スルドブリガの情報ってこっちには全然入ってこないものなのか。以前であればここまでではなかった。何か統制が敷かれているのかもしれない。住んでるところがこんなことになってるのに、みんなやけに落ち着いてるよね。なあ、ズーグルが言うこと聞かなくなってるとも言ってたしな。本当なら一大事のはずだぜ。ここで起きることは全て王の意志によるもの。レネギスではそういう考え方が深く根付いているからな。全ては起こるべくして起こる。王の統治によって。王の統治。一つ気になったのですが、今レネギスを全ているのは誰なのですか。無論当代の王だ。王がレナからレナとレネギスの両方を全ている。間にスルドみたいなのもいないのか。レナってダナと同じくらいでかいんだろ。レネギスだけでもこんなに広いのに全部一人で収めるなんて、そんなことできるのか。言われてみればそうだな。気にかけたこともなかった。王が全てを滑るというのがここでの常識だった。私もレナ本国をどのように統治されているかは知らん。シオン、君は、いや君自身でなくてもいい。誰か本国に行ったことがあるものを知っているか。いいえ、知らないわ。私もだ。だが、だとすると、まさかレネギスの住民全員がそうなのか。どうしたんだよ、急に深刻になって。レネギスでレナ本国をその目で見たことのあるものは誰もいないかもしれないということだ。王その人を除いて。ですが、それだとレナとレネギスには交流が全くないことになりませんか。王だけが一方的にレネギスにその意向を伝えている。そういうことになる。考えてみたらさ、レナにいる王様が遠く離れたレネギスまで直接統治しているのって無理があるよね。今みたいに何かあってもその場にいないんだし。そもそも王とは何なのです。アルフェンは奨励の儀を行うために無理やり王にされたという。一方でレナの統治者も王と呼ばれています。どちらが真実なのでしょう。スルドブリガの勝者となったスルドが前任者からその座を引き継ぎ、レナの全てを統治する。それがレナの王だとされてはいるが、そのレナ王は沈黙したままだ。ボルラーンのこともある。もはや何が真実か分かったものではないな。300年前、俺はレネギスで王になった。いや、された。ダナ人の俺がだ。そして今この時代に同じ王の紋章を持つボルラーンがいた。俺たちに共通するのは、どちらもスルドブリガに勝つことなく王になったということだ。ボルラーンはアルフェンと同じ儀式のための王ってことか。わからない。だがありえない話じゃないと思う。つまり統治者としての王と儀式のための王がそれぞれ存在していることになるのだが、確かにガナスハロスでボルラーンの死体は見つかっていない。レネギスがこうなった、ボルラーンがここで儀式を行ったからだとして。待てよ、それって赤い女とボルラーンが仲間だってこと？だって儀式には赤い女が持って逃げたレナス・アルマが必要なんでしょ？儀式には巫女も必要なはずよ。私の他にも巫女がいるのでない限り。疑問疑問また疑問だ。この状況を解決するには王の正体を見極めるよりないようだな。王だけが入れるという禁令なら何かつかめるかもしれない。ダナを救うためにも真相を暴くんだ。ええ、行きましょう。禁領へ。確か別の区画へ通じてるかもしれない入り口があるって話だったよね。そこから禁領にも行けるかもしれない。探してみようよ。にしてもこういう時現場に偉いやつがいないってやっぱりどうかと思います。
肝心の王はレナ本国だって言うし、スルドは全員ダナに降りちまってるわけだし。前にスルドだったやつならいるんじゃないのか。現役でない者には権限がない。レナ人はそういうところは律儀でね。リエゾたちがいたとしても、この状況をどうにかできるとは思えないけど。連中がこのレネギスの有様を見たらどう思うか。リエゾ、ガナベル、アウメドラ、オブラ、考えたら俺たちデュオハリム以外のスルドのことは見知らないんだよ。そりゃしょうがないぜ。ダナの俺たちにしてみりゃ倒すべき敵以外の何者でもなかったんだし。ああ、ただこうやってレナ人にも町があって暮らしがあるのを見るとさ、彼らもここで暮らしていたのは不思議。そう、彼らのことが気になるなら住民に尋ねてみたまえ。どのスルドにも必ず本人やその家の支持者がいる。幸いダナの状況は知られていない。多少のことは聞けるだろう。あのリエゾが。立場が変われば印象も変わろう。そういうもん。あの男にも守中に読ませるつもりだった。断線しててよかったわね。褒めって言いましたよね。見た目のことばっかじゃなかった。書簡を差し控える。
人には残酷なくせに種族のために頑張る。よくわからないよ。矛盾し…出ない。私が言うのもなんだが、スルドとは王の座をめぐって争うと同時、君レナ全体の守護者でもある。そういえばガラベルト、シノン、これで大丈夫ね。私も心得はあるが、君には及ばないな。ここはさっきの区画ほど利害がないみたいな。たまたまレネギスの変形の影響は小さかったと見える。運が良かった。ちょっと、手段を選ばないのが実力主義。でもここじゃ、それを正義だって本気で信じてる人もいるんだね。だから正しいってことにはならないだろ、食わされるって。うん、ボルラーンのことはプレネギスでも知られていないようね。あの突然の交代劇は私も驚いたものだ。何か疑問には思わなかった？まったくね、全て受け入れるようにしつけられていたわけだ。スルドたちの話、やっぱり身内には違って見えるもんなんだ。敵には容赦なかったの。その彼らもレナ社会のいろいろな対立や問題を背負っているようだ。レナ人は力が序列の基盤の実力社会だから、互いの対抗意識がすごいけど、同時に種族全体への忠誠心も強いから、外に対しては結束するのよ。スルドはその代表。スルドはレナ全体の守護者だった。ええ、だからビエゾは私を憎んだし、ガナベルトはアルフェンを狙った。そんだけ大将は変わり種ってことか。それでアルフェン、君は何かつかめたかね？ああ、スルドも人間だったんだってことかな。ビエゾや他の連中もあいつらなりに事情や望みがあって生きていたんだけどよ、いくら慕ってる奴がいるからって、そんなの。もちろんあいつらのしたことは悪だ、それは間違いない。
それでもあいつらは怪物なんかじゃなくて俺たちと同じ一人の人間だったんだな。俺が言いたいのは、つまりあいつらが悪いのはレナだからでも怪物だからでもなくて、一人の人間として悪いことをしたから。リンメル、違うかな。全部言ってくれた。ダナだから善人というわけじゃない、レナだから悪人というわけでもない。私たちはそれを見てきた。まあシオンとデュオハリーも見てりゃな。信頼を裏切らないよう努力するわ、私という一人の人間として。気になっていたんだな。どうしたんだ。少なくとも鋭ぶりが自体はずっと行われていたんだ。筋から言えば前回の勝者である鋭が今のレナを治めていることになる。まあそうなるよな。それって誰なんだ。ハンフリクとミルグリスだ。確かシスロディアの鋭だったはず。そのハンフリクトという人がレナの支配者っていうこと。そういうことになる。直接見たのは前回の鋭ぶりが終了の時が最後だが。王となってからは一度もレネギスにも姿を見せていないのですか。通信以外の形ではないと思うわ。ハンフリクト王以前の王もだけど。それを言えば王以外の誰かが本国からやってきた記憶もない。それってやっぱりなんかいろいろ変だよね。うん。しかも我々はそれを当然のことと思い込まされてきた。だとしたら誰が何のためにそれをしたかだが。そういえばレナス・アルマもスルドブリガの勝者にその都度作られて与えられるもののはずでしたね。もし代々の勝者が受け取っていたのならその数だけレナス・アルマがあったことになります。でもペレギオンでのことを考えるとレナス・アルマが簡単に作れるとは思えないわ。となると勝者の話も怪しくなってくるわね。本当何を信じていいのかわからない。確かに闇のマスターコアを必要とするということも我々レナ人は知らなかったのだからな。そのあたりも金量ではっきりするかもな。ああここで考え込んでるより早く行って確かめようぜ。フィアリエってアバキールってのが言ってた。し、なぜここに。まさかスルドとしての責務を放り出してダナから逃げ帰ってきたの。何も言わないのね。タルニガスを殺してまで手に入れた地位だというのに。あなたは殺した。ここには用があって戻った。話があるのであればその後にさせてもらいたい。そうよね、いつだって逃げるのがあなただった。7年経ってもダナで暮らしても何も変わらない。でもそれは私も同じ。この7年あなたを憎まない日はなかった。私を殺して気が晴れるならそうするといい。何を言い出すんです、ティオハリム。
だが先ほども言った通り、用あってここに来ている。それが終わるまでは待ってもらいたい。あまたの罪を犯した身だ。ことが終われば必ずや君の気の済むようにすると約束しよう。そうやってすぐ逃げ出す、自分で死ぬ勇気もなく人任せにして、あなたは最低よ。テュオハリム、先ほどは見苦しいところを見せた。あの人、テュオハリムが殺したって。君たちそれぞれに過去があるように私にもある。確か前にスルドの座をめぐって旧友と殺し合ったことがあると言っていたな。そのことか。私の罪はメナンシアでのものだけではない。それだけのことだ。あれは本気ですか？殺されても良いというのは。彼女にはその資格があるのだ。そんな。安心したまえ。スルドブリガを完全に終わらせ、メナンシアの共存を恒久的なものにする。それまでは死ぬつもりはない。気になる謎もまだ多く残っているしな。そうか、資格という意味では君にもあったな。テュオハリム、すまない、余計なことを言った。忘れてくれ。感じだね、ここ。ああ、住民の憩いの場とかそういうものらしいな。さすがレナの町、贅沢にできてる。何か気になるの、テュハリム。ダナに降りる前、よく旧友たちと演奏に興じたものだ。まさにこの場所で、アバキール、フィアリエ、そしてタルニガス。昔のことだ。タルニガス、フィアリエという女性が言っていた名前ですね。タルニガスは私の親友、そしてフィアリエの婚約者でもあった。フィアリエは仮想の出身だったが、誰よりも優れた音楽の才能があった。その際に惚れ込んだ私が、階層を気にする彼女を説得してタルニガスとアバキールに引き合わせたのだ。幸せな時代だった。精霊術だの家柄だの一切関係ない。ただ美しい奏楽だけによる4人の絆だった。
このレネギスで階層にとらわれない人間関係を築いていたなんて、やっぱりあなた変わっているのね。君の目から見てもやはりキーに映るかな。以前ならそうでしょうね。でも周りに従うのではなく、自分自身の心の声に従って友人を選ぶというのは素敵なことだと思うわ。今はね。それに、そういうあなただからメナンシアの共存の素地ができたのかも。過分な評価で恐縮だが、私は自分の欲求に従っていただけだ。それにそれも、こたびのスルドブリガが始まるまでだった。私とタルニガスはスルドの候補となり争うことになった。すでにフィアリエを愛していたタルニガスは、自分がスルドになることで彼女の階層を上げてやれると信じていた。そして事故が起きた。事故？タルニガスの力は私には及ばなかった。勝負は無難に決着するはずだった。だが必死の彼は手段を選ぶ余裕を失っていた。何か禁じ手を使ったのね。でもそれならフィアリエは、まさか彼女はそれを知らないの？言えると思うかね。恋人が友人に殺されただけでなく、しかもそれが自分のせいだったなどと。だから彼女の支えになるよう自分を憎むに任せたというのですか？それは逃げなんかじゃないわ。いや、逃げたのだ。ただ運命を呪い目を背けた。友の死にもスルドの重責にも耐えられず、その後のことは君たちも知っての通りだ。それでもあなたがスルドにならなければ、メナンシアはレナ人がダナ人を虐げる悲惨な国のままだったはずよ。シオンの言う通りです。あなたがいなければ、私だってきっと別のスルドの下で死んでいたでしょう。救われた者も大勢いるんです、ティオハリム。あなたがいたから私は今ここにいます。だから必要以上に自分を貶めて罰せられることばかり求めないでください。手厳しいな。だが心に留めておこう。ティオハリムは大丈夫そうか？だと思うけど、キサラもいるし。そうか、よかった。人を励ますのって難しいのね。一番大事なのはそうしてやりたいって思う気持ちだ。きっと伝わっているさ。そうだといいけど。アルフ、シオン、思えばあなたも私を励ましてくれていたわね。俺もたくさんシオンに励まされた。それでもありがとう。あそこに治療師と資材班の者が、私がいれば協力が得られるだろう。ちょっと牧場の様子を見ねえか？ちょっと牧場の様子を見ねえか？
そうなへあればというが、よし、これを食べればどんな疲れも吹き飛ぶぞ。レネギスの兵士だ。やっぱり戦わないといけないのかな。相手の出方次第だ。待て、グルゴ、キオハリもいるケースだ。コシエの脅威を排除する。こいつら、自我を失っているのか。ここでやられるわけにはいかない。応戦するぞ。無駄だぜ。守りも固いな。突破口を開け。頼む、頼む。炎を撃つ。私が。妨害を頼む。今の兵士、明らかに住民たちと様子が違ったわね。うん、話し合いの余地なんかない、問答無用って感じだった。スルドのティオハリムがいてもお構いなしだったな。うん、我々を明確に敵として認識していた。レネギスの中で脅威らしい脅威など、せいぜい実験か何かで暴走したズーグルくらいのはずなのに。ガナスハロスの時に似ていた気がする。ボルラーンに支配されていた兵士や奴隷の様子に。以前のレネギスにはあのようなものなどいなかった。私たちが来たのを心よく思わない何者かがいるということでしょうか。赤い女か、王か、はたまたボルラーンか。いずれにしても気を引き締めた方が良さそうだな。今のうちにそこは通じるぞ。止める。
のレネギスなんて速さだ。その足私が絡めてやれるぜ。よし炎よ、巻き込め。任せたまえ、吹っ飛べ。いくわよ、俺の真骨だ。もう一発、イカズチを振り注げ。テラデビール、吹っ飛べ。やれるぞ。イカズチ、この弾丸で灰とかせ。光よ、貫け。後発玉入れよ。いくわよ。俺の中に炎が。恵みの光が。後発弾、すべてを受け止めてやろう。いや、どうか。イカズチを決めてやる。インテリーカム、光を貫け。吹っ飛べ。テンペスタ、後発弾。それで新しい武器作れないかな。邪魔よ。
とまずの決着はついたか。まだまだ戦いは続くんだな。引いた方が身のためだ。わかりよって。止める。痛くないよ。私たち、いつまで戦うの？止めろ！粉人参となれ！お肌、カプチョーネの撃ち止め！やめろ！うなれ！天空ストレッパ！この先に！粉人参となれ！今だ！はい！次！天雷の束！流星陣に戻る！よく手取りの槍を！全てを出し尽くす！うがっ！恵みの光を！クハ！絶頂に！うがっ！敗北は遠慮しておこう。こちらが誰かお構いなしに襲ってくるわね。何者かが金量を守る。容赦しないわよ。火の科学がいい。流星に伝説だ。氷の槍よ。同伴だ。これはおかっぱだ。行かない。恵みの光流星に氷の輪を流れ
方が身のため。挑戦開始。光を。光を。光なことはしない主義でね。もはや戦いは避けられないか。着いた。ここから先が禁漁だ。壁しかないけど、どこから入るの？王しか入れないって話だったよな。アルフェン。やった、開いたぜ。アルフェンに開けられたということは、どうやら300年前と今の王は同じと見て間違いなさそうだな。何これは。アルフェン。あんたか。いよいよ奨励の儀は明日ね。あなたは王として、私は巫女として。体調に変化はない？何が王だ。俺はダナ人で、ずっと実験に次ぐ実験で、人間扱いすらされてこなかったのに、おまけに儀式だかなんだか知らないが、その時まで何をするのかも知らされないときだ。あんただって似たようなものなんだろう。よく平然としていられるな。確かに私も自分から望んだ役目ではないわ。でもレナの繁栄に必要なことだと言われたら、受けないわけにはいかなかった。あんたはレナ人だからそれでいいさ。だけど俺は故郷からさらわれてきて、戻るためにやむなしだ。それは理解しているし、申し訳ないと思ってるわ。終わればきっと故郷に戻れるようにする。だから今はお願い、協力して。お願いも何も、どうせ俺に選択権なんかないからな。なあ、あんたは。ネビリよ、ネビリ・アイミリス。いい加減覚えて。ネビリはなぜ俺を人間扱いするんだ、他のレナの連中と違って。一つは、属している世界は違っても役目を強いられているという点で、私たちは似た者同士だから。もう一つは、こうして話し合えていること。それは人と人の間でしかできないことよ。なら、あなたに人として接するのは当たり前のことだわ。変わってるんだな。かもしれないわね。わかったよ。明日の儀式はやり遂げて、俺はダナに帰る。それで終わり。あんたを信じるよ。他の連中の言うことじゃなく、ネビリ。
今の。みんな同じものを見たのか。ねえ、アルフェンと話していた人、シオンと同じ顔してた。ネビリなのね。ネビリ・アイメリス、彼女が。そうだ、本当にシオンとそっくりだった。アルフェンが混乱するのも無理ないぜ。それで我々は何を見たのだ。ただの幻覚ではなさそうだ。昔俺が実際にネビリと交わした会話だ。ということはあれはアルフェンの過去ということか。なんでそんなものが見えたんだ。まさかこれも赤い女の仕業か。うん、違うと思う。なんでだ。みんなも感じなかった？入り口が開いた時、ダナの精霊力が押し寄せてきたの。そういえばそうだ、あれはくさびの奥で感じたのと同じ感覚だった。不思議はないな。くさびからはレネギスに膨大なダナの精霊力が送られていた。あるいはそれがこの奥に貯蔵されているのかもしれん。じゃあ今のはダナの精霊力が見せたっていうのか。なんで、何のために。そこまではわからないよ。意図あってのことじゃないのかもしれないし。シオン、大丈夫か。急だったから驚いただけ。あれが私の300年前の先祖なのね。ああ、そうなるんだろうな。あなたの方こそ大丈夫なの。俺が。誰が何のためにさっきの記憶を見せたにせよ、この先もまた起こるかもしれない。あなたは自分の辛い過去を見ることになるかもしれないのよ。過去をなかったことにはできない。それにもし儀式の正体がわかるなら、シオンの茨の正体だってわかるかもしれない。アルフェン。それに俺はずっとダナをレナから解放するために戦ってきた。だがそのレナにも嘘と抑圧があるらしい。なら俺はそれも解放してやりたい。そのためにも真実から目をそらすわけにはいかないんだ。ダナにいてもどこにいてもあなたは変わらないのね。抑圧する者に怒り、壁を壊す者、それがあなたなんだわ。いいわ、進みましょう。全てを知るために。人気がないな。気をつけて。さっきの幻のことといい、この中のことは何一つわからないわ。